はこちらキャンティーよりお送りしております。この番組では沖縄県内のサブカルイベントの情報やお店のゲストさんを招いてサブカルについて発信していく番組となっております。ヤンキチさん、サブカルとは何でしょう？はい、サブカルとは説明いたしましょう。はい、サブカルチャーの略称で、この番組では漫画、アニメ、アイドル、ボカロなどなどの新しい文化をまとめてサブカルチャー、サブカルと呼ばせていただいております。はい、本日はラジオ収録をツイキャス生配信にてお届けしております。コメント、ツイキャスでもお待ちしております。待ってます。ただ、サブカルって何なの？ツイキャス、ツイッターのアカウントもありまして、そちらでゲストさんへのメッセージを DM で募集しております。アカウントはアットマークサブカルって何なの。私たちもサブカルを勉強中ですので、ジャンル縛り関係なく何でもかんでもコメントしちゃってください。待ってます。待ってます。この番組はイベント企画運営の会社ダブルギア株式会社の提供でお送りいたします。はい、ということで今行きましょうか。本日も素敵な可愛いゲストさんに来ていただいております。はい、それではミナニーさん、自己紹介をお願いいたします。はい、ネイリストしてます、ミナニーです。よろしくお願いします。やったー、ありがとうございます。ネイリスト、はい、ネイリスト、おしゃれですね。え、あの、はい、私が聞いた話では焼き鳥バーさんをやっているとお聞きしたんですが、ひよこしてます。ひよこ、ひよこですね。そう、焼き鳥バーさんにはね、いろんなメンバーがいらっしゃるんですけど、はい、その中のひよこがやられてるんですよね。ネイルもやられてて、はい、でもそれ以外にもなんかいろいろやられてるんですよ。なんか絵描いたりとか、手品したりとか。手品？手品？あれ？あれ？今パッと思い出した。今週の土曜日なんか展示会かなんかあるじゃないですか。あ、26、27、28であります。おお。6月26から28でピンナップさんで。金土日。金土日ですかね。そうですね。おお。これは何の展示会ですか？あ、なんか一応フリーでやってて、なんかこのピンナップさんの3周年記念で、ピンナップさんなんですか？沖縄のなんか展示のできる施設違う、施設じゃないですけど、池袋みたいな、フリーギャラリーの、そうです、ギャラリーです。何をしてるんですか？ねえ、何にしようかなって思って20名くらい手術する人か、はい、これはもう自分で描いたイラストだったり、あ、そうです、そういう作品を展示してみてもらうみたいな。あ、すごい。そうですね、なんか手品で使ったスプーンとかを展示しようかなと思って。すごいすごい、今もう落ち込んでるかもしれないですけど本当だ。ちょっとラジオの方はちょっとごめんなさい、見れないけど大人の配信の方に見せたい。そうそう、ぜひさっき私たちに、はい、もう一回見たい。そう、あのネタが分かんなかったんで、もう一回見てちょっとネタをね探ろうかなって。でも実は分かんなかった。さっき書いてきた、今みどりさんの右手にはスプーンがあります。スプーンがあります。ラジオ聞かれてる方、これ2本紙になってます。はい、今出したばっかりの CD。そうです、みんなで出した新品がついてますね。スプーンが確認しても何もなかったです。ああ、どうぞ本当に何もないんだよ。変哲もない、本当にパンツ、ただのスプーンですね。と思うじゃないですか。思うじゃないですか。こんなにミドニーさんにかかるパンツ、全然ミドニーさんが折れる、ね、私が折れる。こんなにあの見た目的にね、小柄な可愛らしい女性が、あ、めっちゃ硬い、全然硬い、ですけど、何をするのか。根っこからひしゃげて曲がったんですよ。え、これ今このスプーンと比べてみましょう。本当に曲がってるんですよ。一回ひしゃげて、なでなでしたらひしゃげて曲がりました。そうなんですよ、曲がっちゃいました。え、やばい、すごい。合わせるとこんなに曲がる。ほら、うわぁ、これがないと1本300円で売られても売りません。超能力者みたいな。あ、欲しい。欲しいです。
ましょう。いろんな方ができるっていう、すごいですね。手先が器用なんですね。何もかも器用になってないですね。ここでまた爪の話をして、あ、はい、爪の話見せてみたい。そしたらアシンメトリーです。かわいい。お店で働かれてる。あ、そうです。あ、ネイルアーティストさん。あ、自身でやられるんですか。あ、そうです、そうです。すごい。こっち側が宇宙で、こっち側がギャラクシーなんか鼻ですね。そう、右手と左手で綺麗にこのシュールとオイルでめちゃくちゃ綺麗な職業的な場所なんですか。いいですね。ニャキチはまだ生まれてネイルをしたことがない。あ、そうなんですか。なので初めてのネイルを緑さんにお願いします。板ネイルでもいいです。あ、でででで、え、本当ですか。え、ジョジョの奇妙な冒険とか、おー、新しい、あ、板ネイルいいですね。はい、行きましょう。やったー。行きましょう、行きましょう。ちょっとデザインを考えてみます。すごい、すごい、やってて、あ、いいですよって言われる。かっこいいです。行きます。いやー、嬉しい。今これからなんかやってるっていうか、メインでやられてることっていうの、メインですか。メインでやってるのは一番ネイルですね。あ、趣味で絵描いたりとか、お休みの時にいいことしたりとか。あ、かわいい。チラシ、チラシ、このチラシ、ドライヤーも すごい。デザイナーさんでもある。デザイナー、はい、かっこいい。かわいらしいこのひよこと。あ、これ赤嶺さんが描かれてます。コックの赤嶺さんが、あ、よい、キャスティの、インド料理じゃなくて、カレー料理イラスト。かわいい。すごい。緑さんお聞きしたいんですけど、ひよ、焼き鳥ランドではひよこ？ひよこ。ひよこって何ポジですか？わちゃわちゃしてるポジションです。わちゃわちゃ、かわいい。学校行けばダンサーなんだ。で、パフォーマー。かっこつけ。ありがとうございます。ラップしてないジャパナさんと同じことやってるってことで。はい、そうですね。わちゃ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 。いいですね。焼き鳥はの工場内で誰がどの楽器なんだろういつも思うんですよね。そう。はい、楽器はない。エアです。そう、エアですね。あ、なるほど。初めて知った。何年かいるんですよね。この前ジャパナさんとお会いしたんですけど、あ、これ言っていいのかな、焼き鳥さんの入るみたいに言われました。そんな簡単に入れる。ヤシさん何します。卵ですか。あ、卵にしようかな。パカって生まれるやつ。あれやってください。サンドイさん卵。あー、卵で教えて。卵みたいな感じで教えていきましょう。あ、いい。ちょっと教えていい、いきます。嬉しい。そんな、でもなんか焼き鳥バンドさん自体この楽しむコンセプトで、お客さんが突然その日にステージに立てたりみたいなのがあるんです。お客さんっていうかこの一緒にライブやった人がいたりとかあるので、めちゃくちゃ面白いバンドさんなんですよね。すごい気になるバンドナンバーワンですね。見てみたい。みどりさんは結構当初メンバーですか。いや、じゃないです。最近です。あ、そうなんですね。最近です、最近です。すごい、メンバーがどんどん増えていく。焼き鳥バンドさん、すごいですよ。AKB のようになるんですか。え、焼き鳥バンド48。なんか全員で集まったことあります。たまたまバーで踊ったら、あれ焼き鳥バンドなの、私もみたいな。そんなこともあるんですよね。そろそろ28まで増やしてほしい。岩取りにかけて。ああ、いいね。28、ぜひとも。さあ、曲の方を分けていきましょうかね。いきます。今週ご紹介したい曲は、アニメダンベル何キロホテルよりお願いマッソーです。はい、戻ってきました。はい、では続いてのコーナー行きたいと思います。ワンナイト人狼のコーナー。イエーイ。では、ナナちゃんルール説明をお願いいたします。はい、行きます。ここからはゲストさんも一緒に人狼ゲームを行っていきます。はい、これからテーマに沿って一人一人30秒間プレゼンを行っていくんですけれども、市民のカードを引いた人は本当のプレゼンを、嘘のカード、オオカミのカードを引いた人は嘘のプレゼンをいたします。はい、今回のテーマとしては好きなジャンプ作品になっております。ラジオ配信を、追加配信をご覧の皆さん、ラジオを聴きの皆さん、誰が好きなのか探してみてください。追加コメントお待ちしております。お待ちしております。それではヤニキチさんから行きましょう。はい、
用意スタート。はい、私ニャン吉が好きなジャンプ作品、それはワンパンマンです。すいません、長くしてしまいましたぐらいに、ワンパンマン好きなんですよね。っていうのも、まあ、原作ワンパンマンっていうのがいろんなヒーローがいる世界観なんですけど、ワンパンチだけで敵を倒しちゃうとっても強いやつが主人公の漫画です。で、まあ、アイシールドだったかな、アイシールドとかを描いてるイラストの方が描いてて、イラストがめっちゃ綺麗だし内容も楽しい。はい、そうです。それではミドリーさん、はい、よーいスタート。はい、私の好きなやつは、はい、青のエクサシストです。うん、色の塗り方がめっちゃ綺麗なんですよ。あと見やすい、すごく。なんで一気にまとめて読みたいんで漫画に咲いて読んでます。うん、あとはキャラクターがめっちゃ可愛いです。しんみちゃん一緒にして、あー、かるよね、かわいい、しんみちゃんかわいい、本当に好きなんで胸キュンしてます。わー、30秒長いですね。ちょっと待ってくださいよ。どうしよう、どうしよう。はぁー、それではなんなちゃん、よーいスタート。私の好きな作品はナルトです。ナルト多分知ってる方は知ってる、私がめっちゃナルト大好き。うん、で私は基本的に推しが必ず死ぬ、やめとめナルト悲しいですね。少年漫画と思えないぐらいバチボコ行くんですよね。バチボコ、ジライア先生とお泣きしました。はい、で推しはザブザ、もっと死にます。あ、どうしたらいいでしょうね。やってらんないです。だけど大好き、ナルト、みんな見てね。もう一回見たらもう一回ハマれるよ。それではルルさん、よーいスタート。はい、ルルのご紹介したい好きなジャンプ作品、はい、それはハンターハンター。いいやん。あ、トガシさん、まあ、ジャンプの中でも異質を放ってるトガシさんですよ。おあんだけ休んでも許される、すごい下書きで許される漫画が載せているのはトガシさんだけで、まあ、作品はね、言わなくても分かるから念能力の素晴らしさだよね。俺も人狼のカードを配ってないとかないですか。ありがとうございます。あっ、あった、さっきの次だから絶対あるんだよね。はい、あります。ありがとうございます。ありがとうございます。今広げようとしましたよ。じゃあこの中に確実、あ、好きじゃないっていうよりは2番目に好きとかの人がいるかもしれない。なるほど。あ、でも自分このエピソードトークを聞いててしっくりきたのがミドリーさんで、ミドリーさんが最初に青のエクソシストを好きな理由を、色の使い方が綺麗でって言ったんですよ。これってイラストレーター目線だなと思って。あ、私はちょっとミドニーさんを信じて、信じてください。でもすごい今のいいけども、はい、逆にちょっとだけ、まあ、イラストの方行ったら青のエクソシストすごい分かりやすい、はいはい、ただ読みやすいって言ったのが、はい、俺青のエクソシストあんま読みにくいんだよね。あんま読みにくい、結構説明がきついんだよ。え、そうなんですか。なんで悪魔になったかとかの、そう、私も一応こっちに一票入れますね。そうなんだ。え、じゃあ面白いんですよ。一気に読み進める分にはいいんですけど、おうおう、一応話が時々なんか途切れたら戻った、混ざってるのか、はい、主人公混ざってるとかなんだかガチャガチャするじゃないですか。 あれはね、わかんないでもない。でもイラストレターっていう点で言えばすごいいいとこ拾ったなですよね。あ、でもちなみに私これで結構わかると思うことがあって、はい、好きなエピソード、漫画の中のこのところが好きなんだよっていうの絶対あると思うんですよ。はい、作品が好きなら、はい、一人一人行きますか。行きましょう。うわ、じゃあ俺が行っていい。はい、やっぱね、はい、雲だよね。あー、これ羽毛さんに送りますっていう、クロノの、クロノのゲームのやつですね。あの、もう、はい、てかクロノと親父と息子が戦うじゃん、ね、キリアの、はいはい、あのシーンも好きだしね。推しはあるんですよ。推し、はい、パンタンパンタンパンタンパンで推し、はい、パンタンパンで推し、ちょっと考えさせて、メアルぐらいに好き、はい、じゃあ一周しよう。アザーシーですか。ナルトでめちゃくちゃ好きなシーンが、はい、やっぱサスケの、すごっ、イタチが頭ちょうど猫が
そう、あ、ごめんなさい、あっちとさくらじゃない、さくらじゃないでしょ、イタチが、イタチのこと、いやいや、さくらにもやるでしょ、あるけど、イタチはやらない、イタチは、いや、なんだっけ、サスケがさくらに、やりました、本当にうぜえなうぜえなのじゃないよだけど、これはそれじゃなくて、お兄ちゃんのこと大嫌い、戦うものがかって、お兄ちゃんを恨み続けたけど、最終的にはこれ、サスケまんま食べられたそう、これがむちゃくちゃ好きなのと、私なんだかんだペインとこの戦いめっちゃ好きで、カナンとかペインとかの戦いのところも、はい、とかも好きだ、待って、一番決まった、はい、あれだ、サソリのところが好きです、チオバー、チオバーとかサソリ、そこなの、あ、でも押し、押し聞いて、押し聞いて、押しは、押しは私、あのガラ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 のサソリなの、だから、あ、ごめんなさい、スマのところだ、よし、じゃあ続いて、ちょっと切れそうだから、一旦知ってやった方がいいんだけど、じゃあ、ちょっとタンマで、タンマタンマはできないです、あ、はい、じゃあタンマセット、え、みどりんさんは好きな、好きだし、そうそう、場所っていうのがなくて、なんかこのリンのこの片思いが実ればいいのになーって、なんかシエミが、あ、お兄ちゃんが好きなのか、弟が好きなのかなんかわかんない、でも一緒にいたらみんな楽しいよねみたいな感じとか、でも応援したくなります、なるほど、ちょいちょいなんかこうシリアスな中にちょいちょい挟まれてくるあの感じがすごい、なるほどね、はい、あ、癒されるなって思って、わでも難しい、なるほど、じゃあ私です、はい、私レキさんって言わない、あ、じゃあ一言だけ、これやってないんだろ、一言だけ、あの、無面ライダーのシーンであの、何の能力もない子が、はい、あの、怪獣に立ち向かって俺はね、これしかやらなきゃいけないんだっていう、そう、あの、何も能力がないのに諦めない心っていうのがとても綺麗だなって思って好きです、無面ライダーが一番好きです、あー、いい状態が出ました、これ誰がオカミなんですか、いない人票、いない人票、私も一票です、部屋、部屋村、部屋村の、もしかしてだけいるんです、あ、私決まりました、そういや、あ、俺、やっぱクラフィカかな、あー、クラフィカ良い、いいですよね、もしか、あの、疑う要素で挙げるとしたら、唯一ルルさんが、作者の話したじゃないですか、うんうん、出すのが遅いんだよって怒ってる、うん、あ、なるほど、だけどあれ見てる人は絶対思う、まあ、あ、みんな楽しいです、ちょっと面白いし、はい、なんかあの、はい、今新世界に行こうとしてるのか、はいはい、なんか、で今船乗ったじゃん、はい、あれを船に乗り始めてからまだ船降りてないんだけどもその間に鬼滅が始まって最終回を迎えたの、あ、そんな結構良かったですもんね、終わり方でしたね、なるほど、あ、もしあの、アオエッグの人、絵が好きだったら別の作品も結構好きです、私、もう一個の方も好きで、あれ、ホオズキ、あ、え、あの、アオエッグが終わってすぐホオズキが始まった、え、ホオズキの作者なの、別だ、別だ、別だ、びっくりした、アイデア似てません、絵が似てるの、あ、ちょっと話も似てません、話は似てない、話は似てないですか、まあ、お兄ちゃんを見たけど、ホオズキの冷徹ではなく、え、同じ人ですか、え、別です、別なんですね、別じゃないです、そうだよね、同じ人だと思ってました、あれそう、そうですが、あれ、終了です、議論終了です、ということで、誰が人狼なのか、投票していきたいと思います、はい、はい、決まった方はですね、あの、私がカウントを取るので、あの、その人に向けて、まあ、3、2、1で指を指しながらその人の名前を呼んであげてください、はい、なので私がみなみんさんに投票する場合には、3、2、1、みどりんさんみたいな感じで、はい、あの、みんなで一緒にやりたいと思います、はい、では決まった方は指を上に上げてください、はい、では難しい決まったかな、はい、いくぞ、カウント取ります、いきますよ、3、2、1、ナンナちゃん、あ、ばらけた、ナンナちゃんとみどりんさんがルルさんに投票、はい、ルルさんがみどりんさんに投票、ニャン吉がナンナちゃんに投票、あ、ということでルルさんが追放となります、最近この流れ多いぞではルルさん、はい、お願いします、ルルさんを追放して裏に電話が来るのか、来るのか、それでは神童さん、はい、カミングアウト、
と思って。あぁー、ネックしてた、ネックしてた。だってね、このこの流れだったらきついよ、これきついの。それっぽいこと言わないよ、まずね。ネックしてるから、もうネックにはもう向けてないから、あとはもう、どっちか。で、ストーリーめっちゃ語ってくるって違うなと思って。私は私で主語なんで、一人しかいない。あー、さんしかいない。だって僕はダメ術なんだけど、ゆるさんがへっこ